皆さんこんにちは、アイロンです。さあ今回もウォッチドグス2遊んでいきましょう。さあ今日も30分ほど遊んでいきましょう。デッドシャークアプリを開いて、今日のミッションはメインオペレーション信号源。サンフランシスコでのデッドセックの評判を高められるかはお前次第だ。作戦によってデッドセックの知名度が上がれば、それに比例して戦力となるボットネットが増える。そして今向かっていくのはドロレスパーク。デッドセックはメンバー全員にオペレーションの進行状況を記録できるツールを提供している。例には及ばないさ。これを追跡して、一旦外かな。よしと。それとね、そこの地下の鍵、それをハックしていきたいんだけど消えてしまった。ミッション&プログレス、ワールドの探索。サンフランシスコベイエリアは探索しがいのある場所だ。まあいろんな場所でネットハックモードを使って報酬やオペレーション情報を見つけましょうと。で、重要なエリアには必ず何かが隠されている。立ち入り禁止エリアでは大金の入った現金バッグが見つかりやすい。大金の入った現金バッグ。そしてね、アプリはダウンロードしたぞ。何をすればいい？周りの人やデバイスをプロファイリングして情報を集めてみて、それによって次にやるべきことを見つけて、みんなにとって重要なオペレーションを行うことで関心は集められる。アプリをダウンロードするフォロワーが増えるほど情報も多くなる。人海戦術。それを続けることが大事なの。よし、それとできれば研究に使えそうなパーツを見つけてくれ。ヒップスター版シノ。このアプリはデータ収集ツールだ。承認。わかったわかった、もういい。これからどうする？お前次第だ。目の前にある仕事をすればいい。作戦はデッドセックアプリに投稿され、実行することでフォロワーが増える。フォロワーは俺たちにとって重要だ。コンピューターが増えるから処理能力が上がり、より大規模ですごい作戦が実行可能になる。頼むポモ、違うと言ってくれ。まずはそこの人かな。偉大を落第。話していこう。芸術家。なあ、ボボとエグスがどうしたって？ボボがニューアルバムを作ってるだろ。ボボ。聞いた。でも聞けないぞ。ジーン・カルカニのクソったれが数百万ドル積んで独占しようとしてる。大手製薬会社の CEO が何だよ。奴はすごいボボコレクションを持ってる。トロフィーみたいにアルバムを壁に飾りたいんだろうよ。財力を見せつけやがって。ボボは承諾したのか？何も発表してない。でもするだろ、大金だし。今ならまだ間に合うかもしれないね。なんだって？それがおそらくサイドミッション、ボボのアルバム。ジーン・カルカニは知ってるよな？知ってる。白血病の薬の値段を上げるってテレビで笑って話してたクズ野郎。アメリカ一の嫌われ者だ。やつがどうした？ボボとエクスの大ファンらしい。ボボはこの街でレコーディングをやってる。やつは大金を払って次のアルバムを独占する気だ。そんなのボボが同意するわけない。もちろんするわけない。俺たちが代わりにするんだよ。ボボを訪ねて新曲を借りられないか頼んでみよう。カルカニへの連絡は？まずはインタビューやポッドキャスト、とにかくたくさん調べてくれ。それで使えるセリフが集まったらサウンドボードができる。やっぱり楽しそう。それがサイドオペレーション、高すぎる代償。それと犯罪狩り、結構いっぱい出たね。そしたらね、オンラインオペレーション犯罪狩り、これ一回やってみよっか。さあ今ですね、ここにいます。オペレーション犯罪狩り、ラグナロクされた。サンズ・オブ・ラグナロクに捕らわれたデッドセックの捕虜を解放しろ。ここに挑んでいきましょう。ここでミッション開始。んで、そっちか。そこの、なんていうの？電波中継局的な建物。で、オプション、捕虜を解放する前に敵を無力化する。5分の0。それとオンラインで味方を検索することも可能。一旦ソロで行こうか。
そこですね。カメラを使って増援を要請できる。ここに一人。それをね、開けていきますね。そっちも。そこはダメ。閉回路。それと爆発物が多い。結構少ないように見えるんだけども、増援来たら非常に厄介ですね。この、待ってね。違う。ジャンプ。ここにワンちゃんいる。そして気がつかれるとどうなる？壊される。わしのドローンちゃんが。なるほどね。となったらね、どうしよう。ドンパチリックか、もしくは徹底的にステルスしていくか。ただこれ結構むずい気がするよ。そこにワンちゃんまずやってしまおう。よし。でね、パーッといって危ない。そこはキーが必要。まずい。危ない。敵結構目がいいな。そこに一人、外に一人。ここもキー。こいつは一匹。よし、殺してで武器をゲット。まずいまずい。そっち、そこにカメラ。情報が多すぎ。そこにガス缶。よし。で、掘れはそこ。ここにおびきをして、そいつがぶっ飛ぶはず。それとそっちから2人来ている。こっち来い。意外と来ない。あいつ来んぞ。来ませんね。いや、来る？早いのが来る。よし。で、この隙にこっち行く。これもキー。それと、これもキー。動きの検出で警報が作動。動体センサー。これつまりこっちから行けなくない？行けないよね。でしかもここにはキー。となったらまずそのキーを持ってる人っていうのをハッキングするか、もしくは別経路で行くか。ちょっと待ってね。よし。ちょうど逆光で見えんぞ。ここも怖えな。敵来ないよね。一旦カメラ使って、そいつか。よし。危ない。よし。ん、待って。見つかった？見つかったっぽいな。こいつはまずいな。武器。ワンチャン。
ワンちゃん、よし、ワンちゃん撲殺して敵の増援来る。こいつか、セミオートピストル。これ弱いわ。武器逆光で全く見えん。これちょっと辛くない？危ないよ。待ってね、下行ってここに捕虜、兵回路上か。そこに気をつけて、よし、解除して、早く、これまずいよ、早くしないと。おい、これはガン型です。やべえぞこれ、危ねえ。今のは本当に危ない。よし、んで捕虜、この捕虜のおっさんを、あ、ここにいた。あぶねえ、この紐強えな。なんか持ってない？何にもない。でこいつか、こいつを解放し、で共闘しよう。そこの上、これまずいな、微妙すぎる。しかも敵めっちゃ動くし。よし、そこにいる。よし、それとここの上、この周辺めっちゃ銃落ちてる。この周辺にいるよ。ここじゃない？こいつか。悪いな、君か。 OK、 さあどうでしょう。もう全員やったっぽくない？そして最後にこのエリアから離れていきましょう。最後にそっちに一人か、そいつか。あ、こいつ勝手な。よし、殺して。捕虜のおっさんはどうすんの？もういいの？そして逃走タイム。こっちかな。まあ適当でいいや。離れて、追っ手を振り切りましょう。追っ手は見えてはないけども、いるのか。よしよし、これでミッションクリア。やったー。そして次のミッションかな。今一応これ多分サイドミッションですね。リサーチ可能。これで、スキルポイント5ポイント。ちょっと見ていきましょうね。遠隔操作。リフトとクレーンの遠隔操作。これはまだいいかな。車両のハッキング。車をこういう風にラジコンみたいに動かせる。これ買っとこうか。これは初めて見た。よしと。これ取って、それとね、陽動。これも必要かな。市民の電話を妨害したり、敵のヘッドセットにハウリングを発生させる。これ取って、よしと。もう1ポイント。もうないか。インフラ支配。これはね、必要なやつよ。ガス管とスチームパイプ。前作でもかなりお世話になった機能。次行こう。
それと改造。電気ショックデバイス。対象を一時的に気絶させる。これもすごく便利そうなアイテム。これも欲しいね。それとボットネット。利用可能なボットネットリソースが4増加。これも欲しいね。結構どれもいい感じのものが揃っている。やったな、マーカさん。フォロワーがどんどん増えてる。本当に。実際にアクセスさせてくれる人数は？全員だ。彼らが処理能力を提供して、俺たちはそのネットワークで力を増す。独自のクラウドネットワークで。契約するのか？デッドセックによる使用を許可しますとか？透明性は十分だ。演算能力の提供はインストール前から分かってる。個人情報の安全も。シリコンバレーなら喉から手が出るレベルの侵入だろう。個人データこそ奴らの飯の種だしな。自分の身は自分で守るしかない。だからみんな俺たちの運動に加わる。テクノクラートへの生命として。さあ、そしてですね、さっきオンラインオペレーションが出たタイミングでおそらくこれが出ましたね。メインオペレーション。高すぎる代償はサイドオペレーション。これもね、今回やっていこうかな。サイバードライバー。一旦まずハッカースペースで映画の予告編を見ろということなんで向かっていきます。これはね、すぐ近く、そこですね。一旦ここ入って、開けて、そして映画の予告編。レンチ。マーカス、ジミーシスカの新作の予告編を見たか？出たのか？ちょっと見せてくれ。それじゃダメだ。完璧な音響と大スクリーンでゆっくり落ち着いてみたいんだ。確かに。静かじゃないと。もう見たのか？お前を待ってた。最高だよ、サンキュー。今から予告編見るから静かに。静かに。テクノロジーがあらゆるものをつなぐ世界。欲しいのは正義じゃない。一人の男がサイバージャスティスを求めて情報のハイウェイを突き進む。サイバージャスティスだ。コード一つで全世界は崩壊する。サイバー惨事が起こるぞ。サイバードライバー。コードを食らわせろ、チップ。ジミー・シスカ。選択肢はない。ついてくるか死ぬかだ。デボン・ボン・デボン。ハッカーを安全な場所へ連れて行くぞ。彼らはハッカーではない、ただのフラッカーにすぎません。ねえ、車が喋った。こいつはただのスマートカーじゃない。もっと高度なファイアウォールが必要だな。サイバードライバー。アクションヒーローに喋る車、認めろよジョッシュ。最高だろ。いいこと考えた。予告編の別バージョンを作るんだ。それにはあの車が絶対必要だ。本気？フォロワーが一気に増えそうね。まずジョッシュと俺がスタジオで脚本を手に入れる。そしてデッセクトについての情報を集めて車を見つける。それでどうする？勧告を出すか？そんなことしたらホールをパッチされるだけだ。させればいいよ。ねえサイバーチャイルド、やめて。破壊映画がハックされんだよ。HMP スタジオ、サイバードライバーというまがいものの代償は今こそ払ってもらう。安いスタントやひどい会話は許そう。だが我々の知性を侮辱した、それを許すわけにはいかない。ハッカーには何が可能か教訓を与えるべきなのだろう。自ら学ぶ気がないならこちらから出向く。ハック&ラン作戦を実行する。ハッカーとは何かを教えよう。それがデッドセック。
そして一旦スタジオまで車で迎え、特に悪いことしてなくない？彼らフォロワーを増やしたいのか。一旦出て、バイクない。名作になると思ったこいついいか。まあそうだな、最高に笑える。生かすって言ってた。ねえ、そんなこと言ってたか。分かってるのはサイバードライバーは100万ドルのサイバーサンジになるってことだ。そんなこと言って僕を怒らせようとしてるでしょ。いや、そんなつもりじゃないんだ。怒るなよ。なぜガリレイは自社の名誉を傷つけさせた。サイバーが抜けてるぞ。ずっとやってればそれ全然面白くない。マジな話、予告編にあんなシーンを使うくらいで残りの出来もひどいもんだろ。そんなに。デッドセックってのもおかしい。シカゴのは大事件だったから。確かに。まあ心配するな。俺たちで情報のハイウェイを突っ走ってやろうぜ。サイバージャスティスを求めてな。ほら女子、楽しもうぜ。それからサイバーはもう使わない。この件が済んだらサイバーワールドは一変するだろうね。さあ着きました。そっか、それを開けてで入っていく。着いたぞ。フックモーションピクチャースタジオだ。これがそのスタジオ。結構しっかりした建物ですね。広いね。まずはね、スタジオ3の中でハックしろ。これがスタジオ4で、そっちが3。一旦そこの柵を開けて、ジャンパーを使いましょうっていう風に出ましたね。これがそのサイバードライバー。さあどっから行きましょう。結構表示が多い。そこに鍵、アクセスキー、それと目標ね、そっち47メーターとそっち47メーター。どうするかな、どっから攻めるか。ちょっとそっち側見ていい？うん、そっちの方が近いっぽいぞ。これ開きません。こっち行ける。よし、こっちはだいぶ近い。よしよし、これか。開けて、そしてジャンパー。我らがジャンパーちゃんでね、これも開けて。見つかるとまずいな。よし、まず一つ目。うん、やっちまった。くそ、壊された。もう一つ、こっち来るかな。ここに素材、こっち。これ来そうじゃない？ま、待ってね、ここに行こう。よし、でジャンパーちゃん、ジャンパーちゃんどう復活させんの。うん、出た。よし、時間で回復。一旦さっきの一つ目いますね。後ろ通って、よし。で、この一つ目をどうする？どうすんの？三角で、よし。データの転送開始。よし、一つ目。どれどれ。ナイス、見てと言わんばかりのメールね。
それと、もう一つ、そっち側。これがむずい気がする。そう、敵ね、結構目がいいの。パーッと行きたい。どっち？そっち。そっちの奥。床下。この床下を通って、ほい。どっちだ？こっちかな？こう通って、もうちょっと。まずい、そこいますね。そこに引き寄せて、よし。で、こん中、これはあれか、ここはあのパスコード、アクセスキーが必要で、それがそっち一旦ね。そしたらジャンパー隠して、ここに隠して、そっちの上、ね、そっち、そこの奥、よし、キー取って、あとはこっちのもん。最後に終了して、ドローン死んだ？ドローン死んだっぽいな。ドローンがちょっと死んだっぽいんで一旦回復します。さあドローン復活。ここでさっきのとこまでまた走っていく。そっちの左奥、まっすぐ行って、この下らへん。しかし下に敵がいる。気をつけていきたいところ。そこの、そっか、よし、今ならいける。開けて、そしてそこ、それか、よし、ダウンロード中。 OK です、取ったよ。そしたら最後にエリアから離れろ。待ったぞ、サイバードライバーの脚本だ。車の方はないだろうな。見つかるさ、今から出る。よし、であとは脱出。お家へ帰るぞ。車がある場所に運ばれると書かれたメールを見つけた。でも場所や日時はない。大丈夫、代わりの計画がある。待ってね、後ろからめっちゃ追ってきてる車。しかしこっちは山を走る。あ、合流すんな。まずいぞ、まずいぞ。そこに敵の車じゃない？だよね。そこに止まっててよ、もう。こっち来るし、闇に紛れて、絶対こっちの場所分かってるもんな。よしと。さあミッションクリア。そしてどうすんの？これでミッションクリアで、フォロワーさんが増えました。27,000人。車の場所を知ってる知り合いのパパラッチが
あんたを待ってる。そのメールダンプから彼が望む情報を流して。専門なの。わかった。ってパパラッチの知り合い、人類皆兄弟ってやつ。そうよ、社交家だから。これでミッションクリア。でね、次のミッションは、いや違う、サイバードライバー、これまだ続いている。結構長いんですね。さあ、そしたらね、今回一旦これで終わりにして、で次回はサイバードライバー後編に続けていきましょう。よかったらコメント、高評価、チャンネル登録、あとツイートをしてくださると嬉しいです。ではね、また次回オチログ2でお会いいたしましょう。今回はこの辺で。